本共産党の井上聡です。社会保障協定2件は保険料の可決を解消する仕組み等を設けるものであり、必要な措置でありますので賛成いたします。でまず香港の問題について外務大臣にお聞きいたします。中国の全人代が先月28日国家安全法制と執行機関の設立に関する決定案を採択をいたしました。中国本土で実施をされている政府への反逆行為活動などを禁止する国家安全法を香港政府を介さずに香港に導入するものであります。昨年のデモに対する暴力的弾圧は看過できない人権の抑圧であり、今回の措置がですね、一層強まることが懸念をされております。この措置は中国の国際公約である一国二制度を有名無実化するものであり、日本共産党はこの中国政府によるこの決定に強く抗議をし、香港への人権抑圧強化の動きを直ちに中止するということを明らかにしております。で中国政府はですね、この香港問題について、この中国の内政でありいかなる干渉も許さないと主張をしております。しかし現代の国際社会では、人権侵害はもはや単なる国内問題ではなくて重大な国際問題だと思います。人権侵害が国際問題だということへの政府としての見解、そして今回の事態について憂慮の表明ということにとどまっておるわけでありますけれども、私はより明確な強い立場を明らかにするべきだと考えますけれども、それぞれいかがでしょうか。茂木外務大臣。前時代におけますその審議の状況であったり、香港の情勢に関する我が国の強い懸念は、これまでも外交ルート等を通じて中国にもしっかりと伝えてまいりました。そうした中で前時代において香港に関する決議が国際社会や香港市民が強く懸念をする中でなされたこと、およびそれに関連する香港の情勢、深く憂慮いたしております。香港は我が国にとって緊密な経済関係および人的交流を有する極めて重要なパートナーでありまして、委員ご指摘のようにですね、一国二制度のもとに自由で開かれた体制が維持をされ、民主的安定的に発展していくことが重要であるというのが我が国の一貫した立場であります。中国側にはこのような我が国の考え方を伝えてきておりますが、5月18日、28日には、私や官房長官から決議後、直ちに表明するとともにですね、自分の指示のもと、秋葉次官が公言言う駐日中国大使を招致して、この旨を伝達いたしました。引き続き関連する状況を注視し、関係国と連携をし、国際社会が一体となって、中国に働きかけを行っていくことが重要だと考えております。井上聡君。はっきり明言がありませんでしたが、これ人権侵害というのは国際問題だという立場でですね、強い対応を引き続き今後ですね、求めてまいります。で次にですね、米軍基地の PFOS 流出事故の問題でお聞きをいたします。今国会3回目の質問になるんですが、沖縄の米軍基地でこの発がん性が疑われる有機フッ素化合物を含む泡消火剤が使われて、基地周辺の河川などからたびたび高濃度で検出をされ、地域住民の不安を広げてきました。沖縄県が立ち入り調査を要求してきたにもかかわらず、米軍がこれを拒否し続ける中で、今年4月の10日、米軍がこの普天間基地で泡消火剤22万7100リットルの漏出事故を起こして、この基地の外に14万3830リットルも流出をいたしました。この沖縄県が立ち入り調査を求めたにもかかわらず、これが行われないまま大規模な流出事故が起きたということで、米軍と日本政府の責任は極めて重いと言わなければなりません。で、私4月16日のこの委員会で質問した際に、河野防衛大臣は、事故は住民に不安を与える重大な事案だとした上で、普天間飛行場の内外の環境対策が実効的なものとなるよう、米軍に環境補足協定に基づく立ち入りを強く求めており、
現在、現地確認などの立ち入り調査は直ちに実施するべく最終的な調整を行っていると、まあ、こういう答弁でありました。しかしね、環境対策が実効的なものとなるよう、米軍が十分な調査に応じたと言えるのかという問題であります。立ち入りはこの事故から11日も後でありました。しかも汚染された現場の土壌の採取は米軍が拒否をして、その後、一部について米軍から提供するという形にもなりました。米軍はなぜこれ拒否したんでしょうか。防衛省中村地方協力局長。お答え申し上げます。今般の PFOS を含有する泡消火剤の漏出事故につきましては、米側も大変深刻に受け止めているものと考えております。このため日本側による環境補足協定に基づく立ち入り要請に対しまして、過去に先例のない中で沖縄県ですとか宜野湾市関係者の調査参加を含め受け入れをしているところでございます。このため全体として見れば、米側は日本側の要請に対して真摯な対応を行ってきたと認識をしております。その上でご指摘の土壌のサンプリングの件につきましては、米側から漏出した PFOS を含有する泡消火剤の流出経路がすべてコンクリートに覆われていたことを踏まえ、排出口沿いの土壌には浸透していないとして、当初日本側が求めていたサンプリングの必要性に対して疑問が呈されたことは事実でございます。しかしながらその後、米側は日本側の主張を尊重して、ご指摘の土壌のサンプリングを含め計5回の立ち入りが実現をしたところでございます。防衛省としては引き続き今般の流出事故に対する住民の方々の懸念を払拭するべく、関係自治体、関係省庁および米側と密接に連携をして適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。井上聡君。先ほど言いました11日後だったんですね。まず立ち入りが、時間を置かず必要なサンプリング採取等を行って現場を正確に把握することが必要でありまして、受け取った土地で済ませるような調査であれば、まあ、環境対策が実効的なものとなるかという問題だと思うんですね。地元市など客観性、透明性を欠き、科学的な調査とは呼べないと、こういう指摘もされております。ところで防衛大臣、お聞きいたしますが、米軍基地や関連施設のある15都道府県で作る障害知事会が5月27日に泡消火剤の基地外への漏出事故を受けて、外務防衛の両省に緊急要請書を提出をしております。沖縄県が求めた調査箇所すべてではサンプリング調査が行われなかったことを挙げて、地元自治体の意向を踏まえた立ち入り調査の実施をアメリカ側に強く求めるよう、まあ、強く要請するとしております。環境対策を実効的なものにするという大臣の答弁にも沿ってですね、今回のような自治体が求める調査が拒否されることなく確実に米軍に協力させるという仕組みを、この要望も踏まえて作ることが必要と考えますけれども、防衛省はどう対応されるんでしょうか。河野防衛大臣。今回国、沖縄県並びに地元自治体、納得した上で、立ち入りをし、必要な分析に必要なサンプリングすべて行うことができたと考えております。今後はこのサンプリングしたものをしっかり分析をし、またアメリカの方が、米軍の方がこの基地のシステム、その調査をしているところでございますので、それらをしっかりと合わせて今後の対応について議論してまいりたいと思います。井上聡君。納得されたと言いますけど、沖縄県が求めた調査箇所すべてで行われたわけではないんですよ。アメリカはそこしか求めないという中で、行われたという事態であります。でそこで環境省をお聞きしますけども、環境省は5月26日に河川や地下水などに含まれる有機フッ素化合物についてモニタリングを行う、要監視項目と位置づけて、合計で1リットルあたり50ナノグラムとする指針値を決定をいたしました。この根拠はどういうことでしょうか。環境省、小野水大気環境局長。お答え申し上げます。
水環境にかかる目標値でございますけれども、国内あるいは WHO 等の国際機関における毒性に関する科学的知見の集積状況等を踏まえて設定することとしております。 PFOS および PFOA につきましては、各国各機関において毒性評価の値にばらつきがあるということから、現時点では環境基準等の毒性学的に確定した数値を設定することは困難な状況であるため、暫定的な目標値を指針値、暫定指針値という形で設定したところでございます。具体的には各国各機関の毒性評価の値で妥当と考えられるものの中から、安全側の観点に立ちまして最も低い対応1日摂取量の値を採用し、中央環境審議会、水環境部会等における専門的な議論を経て、先ほど委員ご指摘ございました1リットル当たり50ナノグラムという値を算出したものでございます。井上聡君。要監視項目に位置づけた以上はですね、それを担保することが必要だと考えます。米軍基地内の環境モニタリング調査が過去行われておりましたけれども、環境省はですね、環境影響を広範に把握できるよう調査方法を見直したとして、2014年以降はこれが行われておりません。それで私は今回の事件はですね、基地内での調査の必要性を改めて浮き彫りにしたと思うんですね。基地内の環境モニタリング調査の再開を求めるべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。小野局長。米軍在日米軍施設区域の周辺地域における環境調査でございますけれども、米軍施設区域に起因する環境問題の未然防止を図ることを目的として毎年環境省において実施しております。委員ご指摘ございましたけれども、当該調査は平成25年度までは施設区域内において実施されておりましたが、平成26年度からは調査方法を見直し、施設区域周辺で調査を実施しております。環境省といたしましては、この施設区域周辺での調査結果や設定した目標値、今回設定した暫定の目標値を踏まえながら関係省庁と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。井上聡君。こういう、ね、事態になって、しかもこう要監視項目に位置づけながらね、モニタリング調査の再開を求めるという立場を表明しないので、本当に環境を守れるのかなと私は疑問に思います。防衛大臣にさらにお聞きしますが、3月に質問した際にはですね、この PFOS、PFOA への環境への影響について、人が継続的に接した際の健康影響が生じない限度額が確定してないことから、引き続きリスクに関する知見の集積が必要な物質だとして、環境補足協定の環境に影響を及ぼす項目に該当するかは慎重に検討する必要があるというのが政府の答弁でありました。で、今回ですね、水質指針値が定められた以上は、今後、この PFOS、PFOA は、この補足協定でいう環境に影響を及ぼす事項に該当するものとして、対応すると、こういうことでよろしいでしょうか。河野防衛大臣。今回、日本政府による暫定目標値が設定をされましたので、この環境補足協定の議論の中で、当然、この数字を使っていくことになろうかと思います。井上聡君。これまでの答弁では、この PFOS、PFOA の汚染についての基地内立ち入り調査についても、沖縄県の要望を米軍に伝えるという態度でありましたけれども、今後は政府としても求めていくということでよろしいですか。河野防衛大臣。それは時々の情勢に応じて、政府として適切に対応してまいります。井上聡君。3月の質問の際にはですね、アメリカはちゃんと対応していると、環境基準もないと、こういうことで補足協定のに該当するとは認めなかったわけでありますけれども、その後、昨年12月の事故で、実は基地外に出てたということが報告書で明らかになりました。この4月の事故があった、そして、環境の指針も決まったということでありますから、従来とですね、踏み込んだ対応をね、ぜひ行っていただきたいと思います。沖縄県は地位協定の見直しの要請で、米軍の活動に対して、環境保全に関する日本の法令の適用を求めてありますし、ヨーロッパのように、地元自治体の立ち入り権の明記も必要だろうと思います。併せて、この地位協定の抜本改定も求めまして、質問を終わります。